消防などによりますと、きょう午後1時過ぎ、浦添市入島の商業団地内でタイヤが燃えていると消防に通報がありました。火はおよそ1時間半後に消し止められ、積み上げられていた中古タイヤが燃えましたが、けが人はいませんでした。現場は複数の会社が船から荷降ろしをしてコンテナを並べるのぞみ場と呼ばれる場所で、今回燃えた中古タイヤも輸出用に保管されているものでした。消防や警察が火事の原因を調べています。